DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、まあ、昔のマルボーとヤクザの関係をちょっといろいろお話聞かせていただき、はい、昔はやっぱ、はい、なんていうんですかね、そのねマルボーの人たちいるじゃないですか。はい、やっぱそのマルボーね第4課にもいっぱいね。やっぱ警察官がいるわけじゃないですか、はいはい、だけどその中に自分と会う人間会わない人間っているわけじゃないですか、うん、でやっぱもうお互いのやっぱ信頼関係があるから、はいはい、やっぱねマルボーの人もおこいつパクられたんだったら俺担当こいつは俺が担当するからって言ってくれるんですね。でやっぱそうやってなんですかね持ちつ持たれつじゃないですけどやっぱその人に対しては自分たちも、うん、嘘は言わないし、ね、やっぱその人たちの顔が立つようにする、うんね、でやっぱその人たちその丸棒の人もその事件でやっぱね、うん、今なんかパソコンで叩くじゃないですか、はい、昨日びっくりしたんですよほら調書を、ね、はい、取った時に今パソコンでやって、でプリンターで出てくるんですよ。で、あ読んでください。そうなんですか。そう。で、ね、昔はね、はい、おまわりの時代っていうのがあって、全員同じ字書いた時代があったじゃないですか。で、あれ書いて、ね、お前読めっつって、で、ね、重要な部分来ると、お前これ書くと基礎だな、これ書かないと不基礎だなってなるんですよ。お前パクられた時にレオナルドのネクタイしてたのを俺にくれる、はい、とか言って言うんですよいいっすよあげますよっつって、はい、じゃあお前印象いいように書いてやるよっつって、で検事とかに出す調書とかも、ね、結構そうやってそれはでもその人はもう最初から書くつもりないけど、はい、そういう冗談を言える中、はいはい、っていうのが結構ありましたかね。逆にその合わない、うん、そのマルボーの人ってどういう人ですか。やっぱりもう人間的に意固地で、うん、もうひねくれたやつ、うん、いっぱいいますよ。どんな感じ。例えば何ですかね、自分たちやっぱ新宿関西にいるわけじゃないですか、はい、だからやっぱその界隈だと、うん、なんですかね、例えば中野署とか、うん、ね、自分地元だから荻窪署杉並署とか、はい、まあ、ある程度知り合いがいるじゃないですか、はいはい、だけどたまたま目白署とかでパクられちゃうと、はい、もう誰も知らないんですね、はい、で例えばじゃあその目白署で、ね、パクられた時に丸棒じゃなくて薬だと昔は保安っていうのがあったんですよ。保安、今は保安係ってなくて、はい、今みんな全部生活安全課になっちゃったんですけど、はいはい、昔はやっぱ、ね、保安っていうのがあって、はいはい、でね、そういうやつはもうほら薬物毒物しかやってない科じゃないですか。でそういうのだと結構なんかもう硬いんですか。硬いんじゃないけどなんか意地悪ですね。意地悪、はい、はい、で例えば自分の女房とかがなんかね、なんか着るもん持ってきたりしても、うん、だおめえいい女じゃねえかとかそうやってちょっかいかけたりとか、うんうん、なんか男らしくないって言ったらおかしいけど、うん、でもその目白署の、はい、その時の係長で遠藤さんっていうのがいて、で後にその所轄の刑事辞めて町田の方の交番勤務になったんですね、はいはい、でその時に連絡来て、はい、お前何やってんだっつうから、なんつうかね、一回自分北海道行って帰ってきた時に、はいはい、ほら家業やってなかった時代がちょこっとあったじゃないですか、はいはい、お前大変だろうっつって、うん、
で何やってんだっていうから事故車の、レッカーの引き上げやってるって言ったんですね、はいはいはいじゃあ分かったお前こっちで事故あったら全部お前に出会してやるよって言って、そういう何ですかねそういう不安とかでもいい、長さんもいましたけどね。じゃあもう昔はもう丸坊とヤクザの、まあ、関係っていうかはもう同じようなこうあれだったのかな。結局なんていうんですかね、その家業の、家業と警察官って似た者同士なんですね。ただ行った 道が右に行ったか左に行ったかだけの違いで、本質は同じ人間なんですよ。だから会わないわけがないんですね、ちょっと今度さん呼んだ時に話しますけど、まあ自分たちの時代に新宿にっていう新宿の丸坊のお巡りがいたんですよ。それは歌舞伎町の全ヤクザから金をもらって情報を売ってたお巡りがいるんですよ、でそれは抜け弁天上がったところに喫茶店があるんですけど、そこに行くと毎日そこにいましたね。全て金払えば何でもした、それはさんに自分が、覚えてますかって言った時に、さんもあいつはどうしようもないっていうぐらいもう警察の癌でしたね。で丸坊じゃでもやっぱもうそれをやりきったっていうのはでもすごいと思いますけどね。だからねそのそいつに会いにいろんな親分がそこの喫茶店に来てましたから、情報、例えば自分が建て前に行ったら、その前にどこどこの組長が会ってて、でその人が出てって次自分が行って自分の話が終わったらもう次待ってるとか、そういうやつもいましたね。なんかそれ聞いたらアウトレイジのあれみたいですね。あんなもんじゃないですよ。あんなもんじゃないですか、で自分の方からも息子は中学行くから金いるんだよねとか言ってくる来たりとか、小遣いすぎる。そうですね、だけど自分はそいつにはもう一銭も払ったことないです、信用できなくて、あんまり好きじゃなかったですね。もう今ではもう全くそういうのはないですね。今もそういうのはいないですよね。YouTube じゃなかったらもっと言えんのいっぱいあるんですけどね。教えてほしいです。現代でもやっぱそういう話の分かる人もいるんですよ。だけど、やっぱそれを言っちゃうと、その人に迷惑かかるんで。まあ、お互いまあ持ちつ持たれつでこうまだありますよね。そうですね。自分は今ほらね別に家業やってるわけじゃないですけど、やっぱ相談に来るんですね、自分のところに。どんな相談ですか。だからそれを言っちゃうとやめな。はい。そうなんですよ。まあ、ちょっとまあ時が経てばお話できる時があれば聞きたいですね。これはでも最近なんで話ができないですかね。はい。やっぱそういったヤクザごとの話ですか。そうです。もうでもね、ケイさんももう足を洗われてもう何十年も経ってるんで、まあでもいろいろありますよね。警察の人も大変ですよね。大変ですよ。逆に今警察の、まあ、昔も今もちょっとどうかわからないですけど、例えば警察の人がヤクザにこうやられちゃったりとかっていうのはあるんですか。ありますよ。だって自分が大阪行ってた時に、自分の兄貴がやっぱほら寺ね寺打って本引きの博打やってたじゃないですか、で結局最後それをチン殺したのはお巡りだったんで、お巡りは客で来てたんですよ、ずっと。で負けが込んでチン殺したんですね。で新聞に、あの時38億かなんかの寺船でパクられたんですけど、で6年ぐらい懲役行ったんですね、で結局その時の自分はほらアメリカ刑務所行っちゃってたんで、
その時に残ってたやつがそのお巡り殺しちゃいましたからね。で殺しちゃったけどやっぱ死体が上がらないんで、はい、証拠不十分でパイにはなりましたけど、で自分だからアメリカから帰ってた時にちょうどその時期だったんですね、はい、で帰ってきたばっかでなんでいつも、はい、お巡りくっついて歩いてんだろうと思って、はい、わかるじゃないですか、はい、どこ行っても4人で車乗ってくっついてくるんですね、うん、でいつもファミリーマート泊まって中行って缶コーヒー4個買って、うん、で渡して、うん、で俺くっついたとは何にもやってないよっつって、はい、それでも半年ぐらい自分内定入ってましたからね、うん、その38億円っていうのは没収されるんですか？もちろん。でかいですね。でかいですね。ありがとうございました。真相命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透明確欲望捨てたら揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサクライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ